きました。おお、エルヴィンが言っていた新兵というのは君か。では改めて名前を聞かせてくれたまえ。面白そうな若者だな。それで絵の腕は確かなのかね。私が確認した限りでは腕は確かです。ならばやはり適任だな。実は君に頼みがある。私は立場上調査兵たちの前線での活躍をこの目で見る機会がない。残念なことにな。そこで君には壁外で戦う調査兵団の様子を絵に描いて私に見せてほしいのだ。これは命令ではなく私の個人的な依頼だ。どうだろう、やってくれるかね。そうか、やはり絵の腕に自信があるようだな。余計な脚色は不要だ。君が見たままの戦場の様子を描いてくれればいい。もちろん任務に支障をきたさない範囲で構わない。以上だ。期待しているぞ。待っていたよ。絵を描いてきてくれたんだな。どうだ、うまく描けたか。そうか、それでいい。とにかく見せてもらおうか。うん、よく描けているな。まさしくエルヴィンの言った通りだったな。君は実に絵がうまい。芸術の域に達しているよ。激戦を終えた兵士たちの様子がよく伝わってくる。倒した巨人たちの不気味な姿もな。君のことが気に入ったよ。いつか私の芸術作品を見せてあげてもいい。ああ、楽しみに待っていてくれたまえ。とはいえその作品の完成は私の夢が叶った先にある。着々と準備は進めているがまだ時間がかかるだろう。私の作品を君に見せられるその日までお互い生き残れるよう最善を尽くそうではないか。手間をかけてすまなかったな。これからの君の不運を祈っている。 A real hero will always find a way for justice to be served.